京都市立向島南小学校は、京都市伏見区向島津田町にあった、公立小学校、略称、南小、向島地域少子化により、京都市立向島修練小中学校に統合されたため、2019年3月、閉校した。向島地区で2番目の小学校として、向島二の丸町に開校した。 1986年には、京都市立、向島二の丸小学校の児童増加に伴い、二の丸北小学校を開校させることとなり、現在地に移転した。向島中学校、向島南小学校、向島二の丸小学校、二の丸北小学校が統合し、向島修練小中学校になったため、2019年3月22日に閉校した。 自動数の変遷年度自動数2011年415人2012年420人2013年422人2014年399人2015年407人2016年400人2017年396人2018年388人国道24号異星の向島地区を航区とする 卒業後は原則京都市立向島中学校に進学する。統合後の新設校が二の丸北小学校の敷地に建設されるため、二の丸北小学校は先行して向島二の丸小学校に統合された。ありがとうございます。